小友よめぐみは、日本の声楽家、音楽教育者。新事態で、総知よえと記載されることが多い。姉は、ピアニストの小吉江、静岡県浜松市出身。1955年東京芸術大学入学。1959年東京芸術大学卒業。畑中良介に指示。1960年専攻科在学中に、 オーストリア政府級非留学生として等、ウィーン国立音楽大学で、エリーザベトラドー、リリー・コラー、エリック・ベルバ、ヨーゼフ・ビット等に指示、発声、ドイツ歌曲、オラトリオ、オペラの各分野を学んだ。1963年度アカデミーを最優秀で、卒業、ザリズブルク音楽祭のコンサートに出演、ブラームス、アルトラプソディを独唱。また、 ウィーン音楽祭アンサンブルの一員として、イタリア各地を演奏旅行。フランク・マルタン、魔法の酒、ブランゲネ、バッハのカンタータ、ヘンツェ、ノーノの作品を歌う。その後、ブルム歌劇場と専属契約を結び、数多くのオペラに出演するほか、ウィーン、グラーツ、ザルツブルク、スイス各地で、スイスロマンド還元楽団とのベルディ、レクイエム、メンデルスゾーン、 パウルス共演をはじめとするオラトリを、リサイタル、放送、レコーディング等、多彩な演奏活動を行い、1969年、帰国。帰国以来、2機会や東京室内歌劇場などで、ロッシーに、セビリアの離発し、ビゼー、カルメン、モーツァルト、フィガロの結婚、ムソルグスキー、ボリス・ゴドゥノフ、ヨハン・シュトラウス2世、ジプシー男爵、ニコライ、 ウィンザーの陽気な女王たち、ボルフガング・フォルトナー、地の婚礼、菅野博和、昔話による、変奏曲とパルティータ等のオペラに出演するほか、リサイタル、オラトリオ、オーケストラとの共演、放送、レコーディング等に活躍。音楽教育面でも、国立音楽大学教授を務めるなど、数多くの後進の育成に力を注いでいる。主な生に、西吉和、 松下正人、竹村愛子、大滝みのる、肘方京子、前川智子、黒田真也、山崎美代子、末和子、浜田真也、牧野正人、海出、佐藤和子、鈴木吉恵、法、島高志、関谷優子、折賀康二、水舟桂太郎、加藤和子、秋山久子、西村優子、竹中知恵、新見達子、美幸、鈴木重明、斉藤の子、 高谷秋子、山本幸夫、山中陽子、江崎秋子、小沢慎吾、夏上秋らなどがいる。現在も毎年公開レッスンを開催するなど、指導の第一線で活躍している。二機会会員、ドイツ連邦共和国声楽教育科連盟会員、国立音楽大学名誉教授、ABCDEF、声楽公開レッスン講師、小友代め名誉教授、 国立音楽大学。2020年4月10日閲覧。AB、総知恵。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年4月10日閲覧。AB、総、吉江のピアノリサイタル。浜松市立中央図書館。2020年4月10日閲覧。平成16年7月、東京芸術大学音楽学部同正会。 同性解放3。2020年4月10日閲覧。松下雅人。愛知祝祭還元学団。2020年4月10日閲覧。竹村愛子。内藤優子ジョイントコンサート。神戸市民文化振興財団。2020年4月10日閲覧。四季。四季法。武蔵野音楽大学。2020年4月10日閲覧。第41回安らぎコンサート。 岐阜市民病院。2020年4月10日閲覧、アバウト。前川智子。2020年4月10日閲覧、黒田深夜の黒シックコンサート。浜松市文化振興財団。2020年4月10日閲覧、ご挨拶小郡音楽祭実行委員長。音楽監督。山崎美代子。小郡音楽祭。2020年4月10日閲覧、 末は小春のサロンコンサート。ソレイユ音楽事務所。2020年4月10日閲覧。春のチャリティーコンサート。三島、プラザホテル。2020年4月10日閲覧。プロフィールマイナスバロック。牧野真里、2020年4月10日閲覧。AB、楽器別登録アーティスト、声楽。ティアプロデュース。2020年4月10日閲覧。 指導者について、東京都市大学グリークラブ、2020年4月10日閲覧、感謝と祈りの賛美読書用伴奏府、アマゾン、2020年4月10日閲覧、ン、オリガ工事、日本声学科協会、2020年4月10日閲覧、アーティストプロフィール、ミルキーウェイ、2020年4月10日閲覧、AB、出演者プロフィール、2018年度、 モンミューゼコンサート第2回。2020年4月10日閲覧、西村健牧師。小岩志音、キリスト教会。2020年4月10日閲覧、ン。チオピタブログ。2020年4月10日閲覧、プロフィール。ピアチェレムジカ。2020年4月10日閲覧、出張演奏シンガーみゆ2020年4月10日閲覧、 第25回三十県合唱講習会要項。三重県合唱連盟。2020年4月10日月覧クスコオペラ、椿姫ハイライト。河わい音楽振興会。2020年4月10日月覧コース紹介。友音楽教室。2020年4月10日月覧ボイスコーラスミントグリーンブレス。2020年4月10日月覧 2017年3月5日、和心クラブ。2020年4月10日閲覧。春の祭典2018、織りなす辞め文化事業振興会。2020年4月10日閲覧。歌手紹介。府中オペラシティ。2020年4月10日閲覧。智神明。スパシーバム軸自然な発声を求めて。2021年2月12日閲覧。 二機会のアーティスト一覧メゾソプラノアルト会員東京二機会、2020年4月10日閲覧入賞者一覧日本音楽コンクール2020年4月10日閲覧これまでの音楽クリティッククラブ賞受賞者関西クラシック音楽情報2020年4月10日閲覧文化庁芸術祭賞受賞一覧 S41S50 文化庁、2020年4月10日閲覧。第2回概要、結果。静岡国際オペラコンクール。2020年4月10日閲覧。第9回、PIA ジャパン音楽コンクール。NPO 法人、PIA ジャパン2020年4月10日閲覧。歌唱芸術のすべて。山本孝則。2020年4月10日閲覧。ありがとうございます。